皆さんこんにちは、日本人、兵庫県民、神戸市民の河合圭介、2023年8月の27日、18時55分、岸田総理や、請願法や、請願法の陳情で、岸田総理や加藤厚生労働大臣や、西村経済産業大臣や、鈴木財務大臣や、正直鈴木財務大臣に関しては日銀通して各銀行の口座、河合圭介の裁判の件で一元化で抑えていただきたい罰金刑というような今高等裁判所に挙げてる内容ですけども、正直ね、その絡んできてる人間がたくさんいたでしょ。河合圭介の自宅もうこの辺の、ね、ところとか、エロ業界関係とかもそうですけども、で精神病院行きとかもそれ絶対なしにしましょう。で、余計お金かかりますから、一月に宝塚三田病院だったら100万以上請求してきます。で、ほとんどそれ税金、その実態っていうのは常にお伝えしますけども、1970年代に三田市民は7万人台だったと。それが、現在では14万人を超えていると。もうこの時点で死亡なんか絶対ないんです。で、何をむちゃくちゃしてたかって言ったら、何でもかんでもすぐに精神病院に連れて行ったっていう部分と、そこのハリキューマッサージや春山整骨院に関しては2003年に一度解体してるんです。で、ちょっと今回の件は本筋はだいぶ違うんですけども、我が天下とか戦国不武というゲームで僕が何か真面目なことを言った時に絡んでくる人たちね、言葉遣い見たらもう分かりますけども、多分もう僕に一回喧嘩を打ってきた人たちも混ざってるでしょ。で、言い方とか見てたら分かると思うんですけども、文章ね、でそれを僕のホームページにアップロード画像とかできなくなってるんです。今一人これ、ね、もう通報はっきりで画像で載せたの二通りの面で、それは一つは本当に本人がこの名前に名乗ってるのかどうか、コンピューターに複製されてないかどうか、それできようしようと思ったらできるか、裁判所の神戸地裁の民事部のコピー機がすでに電波でジャックされて部数3つって指定してきてるんですよ。だから本人用と裁判所用と、だから相手方のね、その訴訟のことね、コンピューターが身勝手に判断して自動的に3って僕なんか入力してないで、それは他の人にも確認してもらいました。で、本当に電波で今介入が本当は当たり前にされてきてるのが本人が気づいてないだけ、本当に。で、どこからどこまでこのプレイヤー本当に人間の人ですかっていうことなんですよ。その狂ってる裁判官みたいな名前の付け方してるでしょ。この iPad の方に元のデータが入ってたからちょっと見せようが、スマートフォンからアクセスしたらできるか。で、もうこの僕が慌てている内容とかね、もうその一回みんなに見てもらった方がいい。彼がなぜこんなに慌ててるのかっていうところでね、なぜここまで彼がしなきゃならないと思ってしてるのかっていうところで、すでにもう起きてるんですよ。 AI による人の支配が、みんな大丈夫っていうことなんですよ。今平気でそういうことをコメントとかしてるけども、大丈夫って、その人僕と同盟なんか組んでないから、その狂ってる裁判官の人で、その曲が終わってから同盟ありがとうございましたとかわけわかんないこと言ってくるんですよ。その文章さえあれば、僕は変な返答したらこの人は同盟組んでいたっていうことを向こう向こうで記録で残せるでしょ。だからこちらも通報みたいな形で、もうプレイヤー名からしておかしいから、そんな変な名前普通つけないっていうことが普通みんなわかります。ほんとほんと狂ってる裁判官みたいな名前。あと他にもね、いやそれね、自分の iPad の中に入ってるデータで、ちょっと待ってくださいね、動画くっつけてしまってるんで、今こちらの方、自分のスマートフォンからその画像を見せようと思ってたんですけども、第4世代なんですよ。で、容量が重たいのと、あと一つ前に戻っただけで、また自分のホームページ河合圭介の履歴のところから見なきゃならなくなるから、今一回押し間違えてるんですよ。で、これでもなかなか見せれなくなってる。で、ちょっと置いときますね、ダウンロード時間かかるんで。で、
iPad の中に入ってある他の、ね、プレイヤー名とかの内容とかね、ホームページに貼り付けようかなと思ってるんですよ。で、これなぜコンピューターへのインプットでその自由にプレイヤー名明かして良いという条件にした方がこれ絶対いいです。そうじゃなかったらこれ悪い方の方が悪いことをしている人間の方が得をするようなシステムになってるから、隠蔽とかね。だからこの内容絶対書いた方がいい。もともと偽名、本名を名乗っている人なんかほとんどいない。本名を名乗っていたとしても身分証明書とワンセットじゃなかったら身分の証明なんかできない。だからそんなこといちいちこだわるような局面じゃない。だからこれを言ってるのはこれ世界中で同じようにした方がいい。もともと Facebook も本名でって行われてる国とかも多いでしょう。結構本名を名乗る人じゃなかったら Facebook 使えませんよって、やっぱりその方向の方がいいですって。絶対にそうじゃなかったらむちゃくちゃなコメントとかふざけ始めるから。で、自分たちは集団で挑発行為とか行ってたり、もともとここの住宅とか走り回ったり絡みに来てた連中だったら、仮にね、僕の予定では今のところ刑事事件にするつもりはないんですけども、民事の方で行ってね、罰金刑みたいな形で国庫と私の方にお金を、賠償請求みたいな形で損害賠償というような形で行わなかったきりないから、人と人とがつながる時にあんまりふざけちゃダメだっていうところ、ある程度の部分はしょうがないと思いますよ。だけども明らかに挑発行為言ってきてるから、とあとその共裁判官って名乗ってた間にその中国か台湾の文字を入れてきてるんですね。で、あとは日本語喋ってるんですよ。だこの国にいる可能性が高い。わかんないですよ。そんなもの、他国から暴力団員が、ルフィと名乗ってみたいな事件がまた流れたじゃないですか。昔も流したようなことがあるような気がするんです。くらいしか言えないですよ。昔と同じニュースが流れてるなっていうのは、なんとなく見たらわかる方なので。だけどそれアップロードしたら他の人の怪しそうな人間の画像とかアップロードできなくなったんですよ。絶対するべきですよ。別行さんとかその大元の会社がどのプレイヤーが変なプレイヤーか分かるでしょ。一応そのプレイヤーにそういう名前本当につけてますかみたいな確認をした方がいい。その AI がどういうふうに動いてるか分からないですから、ルールが全く。一法律を覚えてるやつが危ない。やつっていうのは人間もコンピューターも含めてです。ほら、またもう映らなくなった。で、60.1 番をタップしてるのに、ごめんなさい、60.1 番をタップしてるのに 60.2 にアクセスさせられます。これだったらない、そのもののデータは。今さっきも押して、あれおかしいな、押し間違えたかなと思ったんですよ。あ、やっと、もともとこれさっきはね、矢印押したらインターネットの淡井圭介にできて検索して入れるところの画面まで戻されてるんですよ。それ電波でみんな、ね、何されてるかって言ったら操作方法を変えられてるんです。みんなびっくりするかもしれませんけども、これが本当の話で、身勝手にその悪いことをした人間のデータ削除されてる。もしかしたら中国人なのか何なのか、別行という会社が本社が中国だからなのか、そうなってるのか、これ みんなわからない。何システムなのか下手に動かない方がいい。断定しない方がいい。日本人かもしれないから。絶対もう捜査ってそういうもの。もともと僕も自分で弁護士さんなしで裁判買ったりしてる方だから、どういうふうに証拠を開示していくかっていうところとか分かってるから、みんな思い込みで動いちゃ絶対ダメ。もう一回いきますよ。 60.1 番押しますね。押しましたよ。みんなが承認。未来で誰かが見るよ、コンピューター。今度押してもアクセスしなくなってる。言ったらした。もうこういう状況。ほら 60.2 は。
で、60.2 番の我が天下戦国夫婦の別校さんへのところでもコメントについて一人だけコメントしてきた人がいて、まあ、僕に言葉遣いがどうこうみたいな形で言ってきた人間、どこの誰か多分調べた方がいいでしょうね。あのコメントとかで喧嘩を売ってくる人まずいないんです、この世の中。もともと無理や、やっぱりあの共和裁判官っていう名前出てこないで、僕のこのスマートフォンの方からね、ここの、iPad の中に入ってるデータで、その写真とかね、他にもいっぱいあるんですよ。それ一回一覧表みたいに貼り付けといた方が多分いいと思うんですね。そのゲーム内のプレイヤーのその国の内閣とか、まあ、君主とかの人たちも自分の国に所属している人はどういう人たちなのか知っておいた方がいい。この人だったら危険だなって分かるから、ほんとほんと、それそれ書いてる文章で判断するしかない。だから僕がしてほしいのは、そのたかがね、ゲームのプレイヤー名ぐらいインターネットで開示できるっていう世の中にした方がいい。個人情報の意味をコンピューターとかが身勝手に判断してる。個人情報保護の意味がもう人間のコントロールの手から離れてます。どうせ AI ですよ。ごめんなさい、ちょっとびっくりしたんですけど、自分の動画急に再生始まったんで、今度こっち。画面これ。画面これ。もうこれが証拠。もう世の中今もう何がどうなってるか、もうどれだけむちゃくちゃなことになってるかもう分かったでしょ。ごめんなさい、あの岸田さんとか目上の方にちょっと敬語を使ってつもりなんですけど、やっぱり敬語崩れます。これだけ状況慌てさせられても。でこれね、あのちょっと警察官の人とかもこんな状況になってて多分分かってないから、だって神戸地裁の民事の人たちが分かってないですもん。電波でその裁判所のコピー機にアクセスしてきて、枚数未勝手にコンピューターが指定してきてるっていうことで、誰かが電話かけてきてくれて、彼の言ってることが本当だからって言ってくれたりとか、電波で聞かされてる民事の受付の人が、別の人間が彼の言ってることが本当だからとか、その別の人に言ったりとかね、これが世の中の現実。裁判所で働いている人たちが世の中の現状実態分かってないんですよ。この AI 化を世界中の国連でちょっとあのしっかりとあのコントロールできるようにしましょう。証拠だから、本当は僕のホームページにアップロードするの、それもたかが偽名ですよ。 ID コードまで行くと会社の人間しか判断できなくなる、多分。およそ分からない、コンピューターがどう動くかなんて。なんとか、何でも開示できるような状況っていうのを世界中の国で作ってほしいですね。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。iPad なのでカメラはこの辺りにあるんですよ。だから真正面向いてたらどうしても目線が外れるんですよ。以上です。